皆さんこんにちは。教科入門雑学生物編、今回のテーマは私たち人間を殺している生物ランキング&サブテーマに地球温暖化がもたらす最悪な未来の可能性について語っていこうと思います。担当はいつも通り私谷原翔でお送りします。よろしくお願いします。では早速皆さんに質問です。少し古いデータにはなるんですが、私たち人類を最も殺している生き物って何かわかりますか？ちょっと考えてみてください。あれかな？人食いザメとか怖そうですね。残念ながら違います。人食いザメはね、年間にね、10人ぐらいしか命を奪っていません。その72500倍も命を奪ってる、かなり危険な生命体がいるんですよ。なんでしょう？答えは、ドーン！はい、蚊ですね。モスキート、蚊なんです。奴らが年間72万5000人ほど人の命を奪っています。72万人って言われてもパッて想像つかないですよね。私調べました。何かいい説明ないかなと。あんまり見つかりませんでした。例えば、ディズニーランド、東京ディズニーランドの、まあ、コロナ前のね、繁盛していた頃の、まあ、1日の平均来場者数が、まあ、大体ね、4.5 万人から5万人らしいです。となると、ディズニーランド12日分ですね。約2週間。約2週間分来場した人がみんないなくなっちゃうみたいな、結構やばない。これ全部蚊で奪ってるんですよ。先生待って。私さっき蚊に刺されたんだけど、死にますか？いや、安心して。日本ではそうそうそんなことは起きません。なんで蚊によって命が奪われるかというと、蚊が実はめちゃくちゃ強い生き物だからとかではなくて、蚊の体内に入ってるものがいけないんですね。要はバイ菌です。そうです。蚊って実は人間刺すときに自分の体液注入するんですよ。蚊に刺されても痛くないでしょ？はい。そして刺された後なんかヒリヒリする。痒くなるよね。あれ何かっていうと、まあ簡単に言うと蚊が自分の唾液みたいのを分泌して、あれを麻酔代わりに使ってるんですよ。痛くないように。だから気づきにくい。で、それにアレルギー反応を起こして私たちは痒くなってるんですけど、はい。その時に、注入してるそのね、蚊の体液の中に変なもん混じってるんですよ。そう。細菌とかウイルスとか感染症の原因が。そう。それによって感染症にかかってしまい、私たちの命が奪われているんです。で、もちろんね、日本ではあんまそんな話聞かないと思う。となると、日本じゃない国、まあ、特にね、発展途上国と呼ばれる国で多いです。実際問題、蚊だけじゃないんですけど、発展途上国で最も多い死亡のね、理由の一つに感染症が挙げられております。へー。まあ、途上国のね、感染症ってのは蚊だけではなくて、汚染された水を飲んでしまうとか、そういったものも原因の一つにはなっております。では話戻して。さあ、例えば蚊によって広まってる感染症、何があるか。おそらく一番有名なのは、こいつじゃないかな。マラリア。マラリア原虫ってのが原因なんですけど、このマラリア原虫ってのが実はハマダラカと呼ばれる種類の蚊にいます。まあハマダラカって結構ね特徴的で、これ赤色で塗ってるのは血を吸ってるからなんですけど、後ろ足が長くてピョーンってね上に跳ねてることが多いです。へー。まあ覚えなくていいんですけど。こいつらに刺されると、こいつらの体内にマラリア原虫というマラリアの原因がいるので感染するんだ。じゃあなんで日本では少ないかって話なんです。それは、マラリア原虫ではなくて、この蚊、ハマダラ蚊と言われる種類の蚊が、暖かい地域でしか生きていけないんですよ。え、日本って暖かいですよね。日本暖かいんですけど、バイオームの勉強でしましたよね。これ日本列島書きました。こちら世界地図なんですけど、日本って、まあどちらかというと温帯。バイオームの勉強、植物の勉強した時に、針葉樹林、花緑樹林、照葉樹林、亜熱帯多雨林、勉強しましたよね。今言ったのが日本のバイオームでした。ほとんどの場合が、まあ、暖かいんだけど、ジャングルとかみたいに、ものすごい暑いという感じではないんです。このハマダラカは、結構暑い地域じゃないとダメなんです。それこそ、熱帯、亜熱帯と呼ばれる。だから、この世界地図、今頑張って書いてみました。実は僕ね、人生で初めて世界地図書きました。すっごい大変だった。そんな話、置いといて。はい。この世界地図で赤色で塗ってる部分。共通点は、全部下の方で。南アメリカとか、アフリカとか、東南アジアとか。全部暑いイメージない？日本よりも。そうなんです。日本よりも比較的暑い地
亜熱帯や熱帯地域にこのハマダラカってのは生きているんです。なのでその地域にこの蚊が多いせいで、そこに住んでる人たちがこの蚊に刺されることによってマラリアが感染していく。結果命が奪われていく。なんてお話なんです。だから日本にはいません。ただね、今日のサブテーマ、地球温暖化が及ぼす最悪な未来の可能性。地球温暖化が続いていくと、世界ってどう変わっていくと思います？多分皆さん一番パッて浮かぶのは、海面上昇とかの話じゃないんでしょうか。確かに海面上昇も大事な問題です。土地が少なくなったら生きてくる場所が少なくなりますもんね。陸上動物の環境収容力がね、足りなくなりますから。はい。なんですが、それ以外にも問題があります。あ、熱中症ですか。いや、熱中症もね、可能性はあるんですが、そもそも熱中症って皆さんが思ってるほど多くないですよ。例えば日本って、熱中症で亡くなられる方よりも、凍死で亡くなる方の方が倍近くいますからね。へぇー。まあ、どうでもいい雑学でした。話戻して。地球温暖化が起きると何が怖いか。今の話の流れから気づきました。その通りなんです。地球温暖化が起これば、全世界の平均気温が上がりますよね。寒かった地域も徐々に暖かくなる。そうすると、ハマダラカのような暖かい地域でしか生きていけない生き物が、新しい場所でも生きていけるようになるんだ。例えば、ドンピシャで日本とか。日本も今現在、沖縄県は暑いイメージある。南国のイメージあるね。実際にバイオームも亜熱帯タウリンでしたね。そう。だからね、生態系の話をすると、ハマダラカって沖縄県の一部では、生息しています。まあ、マラリアを持ってるやつではありませんが。となると、このままどんどん地球温暖化進めば、日本の本州も鹿児島県を筆頭に、鹿児島、熊本で順々に暑くなっていくの分かりますよね。そう。地球温暖化が進めば日本も暑くなって、日本全体でハマダラカが生息可能な土地に変わっていくんです。そうなった時に何が問題かって話なんです。もしマラリア原虫を媒介しているハマダラカが日本で増えていったら、日本でもマラリアっていう感染症が広まってしまう。そうすると、人の命を奪っていく。そして、世界で最も人の命を奪っているのは蚊による感染症。となると、全世界の死亡者数って増える可能性が大いにあること分かりますね。なので、地球温暖化が進行すると、このように、ハマダラカみたいなね、菌やウイルスを持った生き物がいっぱい広がって、最悪な未来では、私たち人間の命をバッタバッタ奪っていく可能性もあるんだなーっていうお話だったんです。へえ、そんな視点持っていましたか？では、今、最も命を奪っている生き物は蚊と言いました。じゃあ残り何なんだろう？ワースト2、何かわかりますか？これはね、あまり深く言及はしません。嫌な話なので。蚊ほど多くの命は奪っていませんが、まあ大体47万人ぐらい1年間で奪っております。もちろん年によって違いますが、人間です。人間が人間を殺めてます。これはなんとなくわかりますね。3番目は一気に数が減って、年間5万件相当です。蛇です、蛇。蛇も想像つくね。毒蛇に噛まれたんだなって。毒蛇に噛まれた場合の救助方法は存在します。血清療法と言いました。この血清療法に関しては、定期テスト対策の免疫編で話していますので、興味ある方はそちらで学習してみてください。で、用意。何かわかります？これが意外や意外なんです。4番目に人間の命を奪っているのは年間に2万5000件程度です。これね、びっくりですよ。犬、ドッグです。ワン。はい。ワンちゃんが私たち人間を殺してます。全く想像できませんよね。日本では。じゃあ海外の犬ってどう思うなの？そうじゃないんですよ。気づいちゃったとしょ、いるんじゃないですか？狂犬病という病気ご存知ですか？もう名前の通りワンちゃんの病気で狂った犬の病気って書きますが、この狂犬病。この狂犬病ウイルスを持ってるワンちゃんに噛まれてしまうと、人間もその狂犬病に感染して、発症するとなんと死亡率 100% なんですね。一応ちゃんとした治療方法がないんです、この病気。怖すぎますね。へえ、でもそんな怖い話日本では聞きません。そう、日本で少ない理由は、この狂犬病に対するワクチンが存在して、ワンちゃんにそのワクチン打ってます。なので、日本ではほとんど聞きません。
ただ海外には野良犬とか結構たくさんいるんですよ。するとね、狂犬病のワクチン打ってないので普通にウイルス持ってるんです。だから海外でワンちゃんとかに噛まれるとこの狂犬病になってしまう可能性がある。そしてもしなってしまっていざ発症してしまうと死亡率がほぼほぼ 100% です。もう 99.999999999% と言って過言じゃありません。じゃあなんで僕が今ほぼ 100% って言ったかというと、実はめちゃくちゃ少ないんだけど、10件に満たない数なんだけど、救えた症例あるんですよ。一番最初の症例は女子高生でした。当時15歳16歳のアメリカの話なんですけど、はい。この子は、まあ、狂犬病になってしまって発症しちゃいました。普通は救えません。そこで、まあ、ミルウォーキープロトコルという特殊なね、治療方法を試してみないかって親御さんに話して、やってみますってことでチャレンジしたんです。なんすかそのわけのわからん治療はっていう。もうこれ結構難しいので、ざっくり言います。まあ、狂犬病ウイルスが悪さをして、体がおかしくなってって、ダメになっちゃいます。まあ、脳系のね、細胞がダメになっちゃうんですけど、だったらば、体がおかしくなって壊れる前に、一時的にその人間を仮死状態にして活動を停止させよう。おかしくなるのを強制的に一旦止めます。で、そのうちに、抗ウイルス薬などを投与して、狂犬病ウイルスを駆逐していく。で、駆逐して元の体に戻ったら、仮死状態を解除するっていう方法の治療なんです。簡単に言うと。もちろんこれね、よくある SF 映画の、まあ、コールドスリープに近いですね。人間を冬眠させて、なんか治療方法ができてから冬眠解除みたいな。まあそれに近い方法なので、まあどう考えてもまだまだね、最先端的すぎる技術なので、うまくいかないことの方が多いんですよ。これ何件かね、症例あるんですけど、確か50件ぐらいかな。成功症例数6件ぐらいしかないはずなんですよ。かなり少ないです。で、そのね、第1号の患者さん、その女子高生は見事成功して復帰することができました。ああ、よかったーって。で、ちなみになんですけど、このね、今言ったミルウォーキープロトコルって特殊なね、仮死状態にしてウイルスやっつけてから、目を覚ましてもらおうって、この治療方法なんですが、この第1号の女子高生さん、犬に噛まれてません。え？待ってください。狂犬病だったんですよね。犬に噛まれてないのになるんですか？そうなんです。名前に騙されがちなんですが、これ、犬だけが持ってるウイルスじゃないんですよ。これね、リスとかコウモリとか、他の哺乳類も持ってるんですよ、実は。で、その女子高生は、自分のお家の玄関で、なんか倒れてるコウモリを発見したらしいんですよ。で、それをかわいそうだなって手当てしてあげようと近づいた結果、そのコウモリに噛まれちゃったらしいんですよ。で、その1ヶ月後に発症して狂犬病だと。そう、実は他の動物でも狂犬病ウイルスってのは持ってるんです。となるとね、皆さんぜひね、気をつけていただきたい。海外とか行った時に。例えばさ、リスとかめちゃくちゃ可愛いから触りたくなりません？けどもしかするとそのリスって狂犬病ウイルスとか持ってるかもしれないよ。つまり野生動物って可愛いのいっぱいいますが、バイキンとかウイルス持ってる可能性があるので気をつけなくちゃいけないんだってことをね、ぜひ知っててほしいなと思います。今回は私たち人間を殺めている生き物ランキング、そして環境問題が及ぼす影響、その未来のお話をしていきました。興味がある方はね、これいろんな話がありますのでぜひ調べてみてください。では他の教科入門雑学でお会いしましょう。ご視聴お疲れ様でした。こちらの動画、教科入門雑学では大まかな話をしていきました。もっと細かいことを知りたいよって方はぜひ調べて理解を深めてみてください。ではまた次の教科入門雑学でお会いしましょう。